大きな衝撃を受けたので、この日を選んだのが17日です。で、そのオマージュの5万点のもうオマージュを作って、あのヨーロッパでもいろんな国で答えて、それをお賽銭のように10円でも100円でもいったら、そこそこのオマージュの顔を持って、そのお金が神戸に行きますので、もしよろしく。あと本ができましたので、今日は私がしゃべるじゃいけないんですけども、オルガナイザーの小坂さんと、島田さん、ちょっと時間がちょっと遅れまして、今日来られるかどうか分からないんですけども、あと外国人の方たちも、マルトさんたちも、タニアさんたちも、ちょっと今日は時間がなくて、で今日で最後になります。それで私小さい時からもう絵を描いてきたので、絵を描きたくて、10歳ぐらいからゴッホが好きになって、でそれからずっとさまよって、取材就職で東京に出てきて15歳で糸井寛司ダーダカン、そのダーダカンのイマジ展も仙台でありました。でここにいる方たちにも何人も来て、そのイマジで、ここで日本で50年代60年代のことが、私のことが紹介されるのは、マロッテさんとかタニアさん、外国で評価されたことが日本で初めて紹介、その一部がその本になりましたので、英文と日本語で1000円で売って、サインもしてあります。で それはまたオルガナイザーの方たちが何ヶ月もかかってやってくれました。ちょうど2年間私はこのインタビューを受けたりして、日本に帰ってきたり、いろいろと受けたそのメッセージが多分で、この写真はほんの一部ですけど、松田先生はもう亡くなっているんですけども、日本 のコンセプトの一番上の方で、今生きてればもう どのくらい、もう90いくつですけども、吉田義枝とか滝口修修道とか、そういう人たちが残してくれたメッセージ、私の写真とかメッセージが多いんですけど、でも私以外の人がもう持っていたものをお借りしました。で今日絵を描くというのは画家ですからね、やっぱり朝から晩まで絵描いてますから、絵描きって本当はどう本当は絵描きになりたかったから僕は絵を描いた、まあ、未だに絵というものが分からなくてさまよってる、今日、ね、大勢の前の前で本当に僕は描けるのか、あとは書道家の先生もいますし、音楽、三味線家もいますし、音楽も一緒に やりますので、何をやってくれっていうわけではない、みんな勝手にやってくれると思うんですけど、はい、一緒で、もし何か書きたい人はまた腕を持って、ね、そこにいる方はみんな日本語できるからね、だいたい分かりますからね、シャハム戦の昨日もちゃんとやってくれたんですけども、これ終わった後外で記念撮影って言ったんだけど、ハチ公の前で多分やる予定だったから、ちょっと本人がなんか落ち着かないので犬の前でね犬の前で犬の前で何かも、うん、あと宇保田のシンポジウムを40年前にやって、うちの美術館でも今年40周年で、高村の向田君ですけども、これ般若心経を手で掘って、昨日ちょっとそれに関連したものを何か一言しゃべる、私がなぜここにいるかというと、40年前に行われたシンポジウムで生き残ってるから、結構皆さんも
あの有名になってですね、もうあの世に行っちゃったんで、他まで行ってませんので、そういう感じです。まあ、何やら何をしてるわけじゃないんですけど、まあ、今日また見届けて、あのやろうかなと思って、よろしくお願いします。あの本当にいろんな方々があの行方不明になったり、亡くなったり、あの結局考えてみたら、僕と二人なってて、昨日もそのアービートの人の渋谷教会で僕牧師を頼んで、もう家にいないよ、死んじゃったよって言われて、だからもう本当にもう申し訳ないんですけどもね、あのこういう形で、うん、今日これから、ね、何をしようか、まだあまり質問しないでね、うん、全く分かんないからね、だからあの絵を描きますけれども、ただ色が塗られます、あと音楽が小坂さんという方が、お坊さんにならせなくなった方が一生懸命あの今あの すごいところ掘りにいて やってきますので、その方のミュージックを、はい、で何かしゃべる、はい、ミュージックに関してちょっと私のことで上手くなっちゃうから、えしゃべるのこれ何かしゃべったらいいいや、いいですいいの、はい、いい、はい、あ安倍さんいい、あ、大丈夫、大丈夫、そうそう、うん、音楽スタートそうそうそう、なんかしゃべれよ、え、しゃべんない、しゃべる落ち着かないよ、今ずっとしゃべってたら焼き鳥屋でね、飲んでなんか随分なんかエクサイティングしちゃって、そう、うん、であの焼き鳥屋さんのなんかビールがなくなっちゃったオーダーしてたから売り切れちゃったね、まあなかなかあの先生とあのなんかあのかん、なんか表現においてあの、完成するっていう、あの絵っていうのは完成っていうのはないっていうか、だから、未完する未完っていうか、要するに完成しないっていうことが完全に完成なんじゃないかみたいな、そんな話して盛り上がりましたみたいな、うん、いうことで、じゃあ三味線弾きましょうか、うん、どうぞ弾いて、はい、じゃあ先生セットアップしていただいて、はい、十分あったかい感じしてください、お化粧しますので、はい